こそやってみましょうか。はい。はい。あ、ここあれですね。ブリザードマンステージ。しまった。あ、これだけか。はい。あ、ケンタウルスマンステージですね。あ、しまった。あ、そうか。上に針あったんか。気がつかんかった。あー、しまった。ちょっと今ジャンプが足りんかった。難しいんですよね、これ加減結構。まあ、ロックマン6の方がね、5より若干難易度高いですからね。はい。このシーン確かにね。怖いんですよね、これね。針があるから上下に。あ、これあれですね。フレームマンステージですね。これはスライディングで行けばいいね。はい。そうそう、炎を落としていくんですよね、油のところにね。厄介な敵が。ああ、これナイトマンステージかな。ナイトマンステージ、あ、これで終わりや。いい感取らんでもいいや。あ、これ X ステージですね。ミスター X ステージ。本当はね、これパワーロックマンで壊せばアイテム取れるんですけど、まあ取る必要ないですわ。はい。いや、Z ロックマンで行きましょう。はい。あ、いきなりエディ、 ありがたいね、回復ね。はい。あ、これはトマホークマンステージか。まあ、回復してるから取らんでいいな。神曲ですよね、本当この曲は。あ、これウィンドマンステージですね。何も出てこないな。あ、ここちょっとね、難しいんですよね。あ、やっぱな、やられたか。苦手なんですよ、ここ僕ね。ウィンドマンステージはね、8大ステージの中で一番難しいとも言ってもいいぐらい難しい面です。これがね、この仕掛けがちょっと厄介なんですよ。針にぶつかってやられる時もあるし、下に落ちてやられる時もあるし、今ので。風のあれがね、間違えて。難しいんですよ、これ。はい。これ、ヤマトマンステージですね、これね。倒した。中ボスですね、これね。あ、これで終わり？これで終わりなんや。はい。
はい。はい。セーブします。はい。はい。次、ロックマンシックスのリミックス2をやってみたいと思います。はい。はい。あ、これ、ブリザードマンステージですね。ロックマンシックス。これ食らいますね。はい。ウィンドウでね、今ウィンドウの武器で上に上げ飛ばしてやりました。はい。ここね、これ本当はスライディングでね、いけるんですけど、このね、3DS はスライディングがちょっと効きにくいところあるんで、だからああいうふうにね、行った方が安全かなと思います。はい。あ、これあれですね。なんつうのかな。こう、ケンタウルスマンステージの、あれですね。なんでケンタウルスマンステージって海なんでしょうね。はい。ああ、しまった。ギリギリ足らんかったね。これ、あの、上に上がってる時に大ジャンプができるって感じですね、こうやってね。しまった。何やってんだ、これ。ここからギリギリですね、これね。はい。ああ、これはナイトマンステージですね。厄介やな、これ敵。はい、よいしょっと。厄介ね、この敵ね。はい、わかる。メムシ。あれ？どこにおんの？あ、そういうことか。変なところから始まるね、これ。これあれですね。ミスター X ステージの。これで終わりか。これもミスター X ステージですね。ああ、ここね。ここはあの、Z ロックマンで行けば楽ですね。これまあね、一定時間飛べるんですよね。何回も使えるんで。いや、めんどくさいから行ったり。危ね、ちょっと今危なかった。ああ、しまった。そうか、そのまま降りりゃよかったね。ジャンプせんでええね、今のは。時間がね、制限されるってなるとね、少々焦るんですよね。あ、だからちょっと下手なプレイをね、見せてしまうことが結構あります。普段はね、このロックマンって時間制限あんまりないんで、普段ね。焦るんですよ。うわ、マジか、おい。こんな手こずるようなとこじゃないんですけどね、これ。そんな難しいとこじゃないんですよ、これ。
1番面でこんなに手こずってるとね、下手すると時間切れになるんでね、そこを心配するんですよね。やばいやばい、ゆっくりね、ゆっくり行けばいいやっていうのが通用しないからね、時間制限があるから、そこが怖いですよね。こう行けばいいのか。はい、あ、これめんどくさいな、これ。やっといけるやん。やられてこずったな、ここで。ここもね、同じあれですね、ミスター X ステージの。あ、こいつ結構強いんですよね。やばい。持ってたら勝手に爆発してくれるんですけどね。あ、これあれですね、あの、何やったっけ、プラントマンステージ。やっぱリミックス2やから結構難しいシーンから始まりますね。はい、この面、この結構難しいシーンなんですよ、これ。あれ、ちょっと待って、回復取れるけどな。あー、しまった。そうか、あそこはやっぱ乗らないかんねんな。マジか、今回ちょっと時間切れになるかもな。手こずれすぎやねん、ちょっとやばい。やっぱりね、普段ファミコン版でやってるのとちょっと気分が全然違いますね、3DS は。やばい！おい、マジか、おい！わかんな、今回ちょっと無理かもしんないな。時間切れになる可能性高いな、これ。ロックマン6って意外と難易度高いんですよね。ある意味、ロックマン2の方がね、まだやり慣れてるとこありますからね。ロックマン6は難易度低い方なんですけど、なんかちょっとね、結構むずいんですよ。意外とむずいんですよね。ここも怖いとこですからね。よし。あー、もうマジか。ここむずいんですよね。今のところね、魚が飛んでくるからね、焦るんですよ。だからね、ギリギリジャンプのあれがね、ちょっとこう、なんていうのかな。ひるんでね、こうジャンプが足りなくなるみたいなね、ちょっとそういうのがあるんですよ。あぶね。あー、しまった。ちょっとここ乗らなきゃいかんねん。乗ってここ壊さないかんねんね。ここですよ。今だ。そうそう、これタイミングがあるんですよね。ギリギリのタイミングがあるんですよ。で、魚が出てこないときを狙わなきゃいけないんで、うまいこと。よし、一本の時は。よしよし。で、敵もおるしね。やばい。もう行ったれ。あー、もうマジか、おい。むずすぎるやろ。いつもならね、一発でいける、一発か二回か、一回か二回でいけるんですけどね。これ、もしかしたらね、ロックマン6で一番難しい場面かもしれませんね。そんな気がします。あ、ちょっと待って、間違えた。ここ乗って、ここ壊さなあかんねんな。焦るんですよ。しかもこれ、3DS 版ってね、画面がちっちゃいから余計やりにくいんですよね。あー、もう！いや、これ難関っていうか、鬼門ですね、ここね。もう9分ですからね。絶対無理やな、これ。まだ先ありそうですしね。
がちっちゃいもんな。テレビ画面でやりたいな、ほんと。あー、何すんねん。あかん、ちょっと焦ってる。やっぱね、うまいな。難しいとこチョイスしてますね、やっぱり。やっぱりね。これは10分か ?10 分やったんかな。リスタートしましょう。これ何分？あ、9分45秒か。もう一回。あ、間違えた。もう何戻ってんねん。ボスラッシュの方がね、まだ簡単だと思うんですよね。はい、リミックスともう一回やります。いつもだったらあそこね、体当たりしてね、あのダメージ受けながらね、いつも食らいながら行くんですけど、もうね、スライディングで行けばもっと早いんですけどね、 3DS 版はスライディングがね出にくいから、もうとりあえずこうするしかないんですよ。はい、さっきここでやられたのも痛いですね。そんな難しくないのに、ここはな。武器使うか、めんどくさいからこれでいきましょう。ジェットロックマンで、はい、武器っていうかアイテムを使って、はい、はい、はい、さっきのところね、ドリルみたいなやつ、あれ一発でね、当たったらやられるんでね、そこが多分ね、一応あそこの難所だったと思うんですけど、速攻で出てきたら倒せば全然大丈夫ですね。はい、はい、怖っ、急に出てくるからな、こいつ。怖っ、これ待ってればいいんですよね。勝手に爆発してくれるんで。この次やんな。ここやで。割と早めに来れましたね、ここまでね。さっきと比べたら。あ、しまった。ここもついてやるしかないですね、ここはね。魚を出しといて、あ、しまった。もう一回、もう一回ここをしないかんね。はい、
ですよね。怖いのはね。高くジャンプした後、このぐらいから行かないかんね。あー、クソ足らんかった。むずいな、ここ。微妙なんですよ。ほんとギリギリなんですよね、あそこ。あー、もう何してんねん。むずいな、ここ。いつもね、僕ね、ロックマン6やるとき、ここで必ず一機は死にますからね。それぐらいむずいですよ。ノーダメージってことないわ。一回も死なずにここから突破することって逆にあんまりなかった気がしますよ。いつも死んでる、一機は死にますね、ここで、絶対。難関ですよ、本当に。そうか、これ、バネのね、この、位置もギリギリなんでしょうね、これ、多分ね。マジで？もう当たらなくなってるもんな、ロックバスターが。焦りすぎて。画面がちっちゃいのもね、あれですね、難点ですね。テレビ画面だったらもっとね、操作性もいいから。まあ、もうまた忘れてた。ここ乗らないとここ壊せないんですよね。はい。難しいな、ここは。これぐらいか。あれ？それでもダメ？どうなってんの？これまだ絶対な、先あると思うで。こんなとこで手こずってるようじゃ。当たらないな、おい。やりにくいわ、画面が小さすぎるから。操作性も少々悪いからね、余計に。また忘れてた。ここ乗らないかんねん、これって。タイミングどう、難しいな、これな。これぐらいか。あ、いけだけだ。今のところ一番ギリギリなんでしょうね。はい。だと思うんですよ。ここも結構ギリギリだった気がするんですけどね。あ、いけたいけた。はい。よし、ここ行ったらいけそうですね。よし、行った。うわ、やっといけた。あ、これね。よし、やっといった。まだあんの？このドリルのやつは一発でやられますからね、当たったら。まだあるんか。ああ、しまった。何してんねん。死ぬようなとこちゃうやん、今の。そんなむずいとこじゃないやん。焦ってんな、なんか知らんけど。これ、ワイリーステージですね。ここもワイリーステージですね。ああ、しまった。そっか、吸い込まれんねんね、あれな。6って結構むずいね。ここ確かね、ジェットロックマン装備してた気がするんですよ。それで行った方がもっとスムーズに行けたと思うんですよね。やばいな、時間8分超えてるやん。間に合うかね。そう、こうやって行った方がね、早いんですよ。まだか。まだあるんか。エディや。はい。あ、これ、あれな。あ、ここね、ここも嫌なとこですね。苦手なとこっていうか、難しいとこですよ、ここもね。はい。よし。
わかるわかる。確かにロックマン6の難しいところがね、詰め合わせになってるな、これ。このリミックス2ステージは。よし、まだあるんか。よーし、クリアした。いやー、手こずったね、でも。ギリギリや。もちろんセーブします。じゃなくて、メガミックス5やりますかね。5じゃない、6のメガミックスですね。はい。ここね、ケンタールスマンステージですね。何してんねん、もう。ちょっと今のジャンプが足りなかったな。最初から引っかかってるやん。こういうとこ、上に針があるようなとこ苦手なんですよね。昔からそうなんですけどね。まあみんなそうだと思うんですけどね、ロックマンやってる人は。針がある面はみんな苦手にしかあると思いますけど。これあれですね、ミスター X ステージですね。これまあ勝手に爆発してくれるんでね。あ、くそ。こいつなんか知らんけど、命中率悪いんですよね。なんか敵でもね、なんか当てにくい敵と当てやすい敵いるんですよね。でかいのに当てにくい敵っているんですよ、結構。ジェットロックマンでいきましょう。ここナイトマンステージですね。ここめんどくさいんで、ここはもう飛んでいきます。これ取っときましょうか、ちゃんと。これ取っときましょうね。はい。まあ、少々ね、強引なんですけど。あ、ここは、あれか、ヤマトマンの面か。あ、これあれですね。フレームマンステージですね。メットール。これね、火をね、放つんですよね。で、下に油がね、置いてあるところに火を放つとね、ああいうふうに火がね、炎のや、なんか、になっちゃうというところですね。はい。あ、これか。あ、やられた。そうか、体力なかったか。ここは、まあ、中ボスみたいなもんですからね、これは。あ、これ、神曲ですね。トマホークマンステージ。あ、こいつか。こいつは、ナイトマンが、の武器が効きます。まだ戦いやすい敵だからよかったです。はい、倒した。あ、ここね。これはワイリーステージですね。あ、ここか。ここはあれですね。これね、このドリルは一発でやられますからね、当たったら。だから怖いのは怖いんですけど。連打したら大体大丈夫です。あ、こいつはあれか。あ、こいつはまだ弱いからよかった。
そんな強くないから。こいつは本当はね、スライディングで避けるのが一番いいんですけど、やばいな。スライディングはね、この 3DS 版はね、やりづらいので、操作性悪いから。あぶね、ちょっとでもやられかけたな。あ、ここか。ここはね、ジェットロックマンで行った方がいいんですよね。はい。これはワイルステージですね。ヒットポイントがないな。やっぱりやられるよね。体力ないもん。やっぱね、これね、ロックマン、あ、忘れてた。装備してると思ってたな。思い込んでたな。ちょっと待って、ちょっと待って、危ね、今危なかったな。梁の上立ってたやん。これでの、ね。これ装備してると、だいぶ楽でいい。楽に進めるんです、ここはね。はい。お、助かった。はい。ちょっとしたボーナスですね。このエディを入れてくれる、来るところは。ブリザードマンステージ。音楽、カビ曲ですね。あ、そう、スライディングしにくいもんな、このゲーム。あ、でもここだ、これで終わりなんや。あ。ウィンドマンステージですね。いやね、たまに視聴者の方で、なんでそんなすぐステージが、どこのステージってすぐにね、わかるのっていう人がいたんですけどね。音楽でわかるんですよね。まあまあ、何回もやってるからね、そのステージのね、まあ、絵も覚えてるっていうのあるんですけどね。絵も覚えてるっていうのはありますけど。よし、クリアしました。はい。はい、結構余裕でしたね。はい。